ちよ。砕けよ。エレイン、ミダスの門にはどれくらいの兵力が残されているのですか？通常、2個連隊が常駐しておりますが、今現在ということであれば、1個連隊ほどだと思います。ミダスの門には、ラージェン様の第2軍団が守備に当たっており、これに3個連隊を合わせ、第2軍団全軍をゼルザガントリでの支援に回す予定でした。当初の予定通りではありませんが、おそらくラージェン様は、第二軍団すべてを引き連れゼルザガントリデに向かったと思われます。となると計算上では空になるはずだが、そうはうまくいかないよな。今回の辺境地進行にあたり、予備軍を1個連隊徴収しております。その連隊を貴様が引き連れてきたというわけか？はい、そのうちの1個大隊はここにおりますが、まだ1個連隊ほどの戦力がミュダスの門には残されているはずです。そうなると思ったより厄介だぜ。こいつは相手は堅固な要塞、その上4倍の兵力ときたんじゃ旗色が悪いどころじゃないな。いや、そうとも言えない。予備役ということなら軍として機能するかどうかは怪しい。それに連隊長クラスの人間がそうそう集まるとも思えない。レオのおっしゃる通りです。大隊長だけは揃えることができました。ですが連隊長となると任せられるほどの人材はなく、私が指揮を取ることになっておりました。つまりはあんたが大将ってわけか？私が声をかければ武器を置く者もおりましょう。できれば彼らと戦いたくはありません。
それが本音か。奇策を用いても兵の差は埋められません。お願いです、レオ、私に彼らの説得をさせてください。こちらの手勢はあまりにも少ない。少しでも可能性があればそれにかけてみましょう。お願いできますか？ええ、もちろんですわ。私は反対だけどね。下っ端なんて上の奴らの顔色をうかがうようなのばかりじゃないか。失敗した時のことや処罰されたらどうしようとか自分のことばかり考えるのが普通さ。こっちの数が多いならまだしも逆効果だと思うね。それは一理ある。こちらの存在を知られれば完全な奇襲にはなり得ない。一か八かの賭けだが、もともとが賭けのようなものだしいいんじゃないか。好きにすればいいさ。決めるのは私じゃないんだから。いずれにせよ現状では不確かなことが多すぎる。情報を入手しつつミュダスの門へ向かい、あとは臨機応変に対応するしかないだろう。とりあえずここで一休みして準備を整えたらミュダスの門に向かおう。これを入れればいいのかしら？それともこちらの方が、いえ、こちらのような気が。この匂いは…エレイン、何をしてるんだ？お料理の練習です。給仕のお仕事だと家で調理場に立つことを禁じられていましたので、それでこの機会にと。もしよろしければお味見していただけますでしょうか？そういうことなら喜んでいただかせてもらうよ。それじゃあ。なんだ戦場で感じる、あの独特の命をすり減らし死と隣り合わせているような。まさかそんなはずは。だが、いかがなされました？どうぞ遠慮などせずに。それとも、いや食事を済ませていたことを思い出して。それで、いただきます。変わったものは入れておりませんが、お味はいかがでしたか？味か。正直に答えるべきなんだろうな。もちろんです。至らない点は直していきたいですし、どうぞ忌憚のない意見をお聞かせください。そういうことであれば、その、なんていうか独創的な斬新な料理だと思うよ。やはりお口に合いませんでしたでしょうか？ですけれどまだ他の料理もありますし、そちらを試食していただけますでしょうか？それは、いや、ウィンフィールドに呼ばれてるんでまた今度試食させてもらうよ。そういうことでしたら今度は腕によりをかけてご用意いたしますね。ぜひまた召し上がってください。
意外になんとかなるもんだな。まったくエレイン様様だな。いえ、ルアナ様がおられなければこうもうまくはいかなかったはずです。その様っていうのなんかくすぐったいな。いいよルアナで、私たち友達でしょ。それにあのくらいのことを誰にだってできるじゃない。にしても大胆すぎるよな。堂々と帰還して兵たちを口説き落とすなんてさ。そう？ラージェンって人がいなければここの指揮権は当然エレインにあるわけでしょ。聞いた話でグリダマス軍はゼルザガントリデに向かったみたいだし、予定通りじゃない？ここまではな。けどあとはどうするんだ？本当にここの奴らを説得できると思ってるのか？そこはエレインの人徳ででしょ。そいつが一番怪しいから言ってんだろ。本当に従うと思っているのか？いいじゃない、従ってもらわなくても。一緒に戦ってもらおうなんて言ってるわけじゃないんだから。だからってな。レオンハルト、気をつけなさい。悪意に満ちたものがやってきます。リシャナ、それは一体。エレイン様、これは一体どういうことです？なぜここに？ゼルザガントリデにいたのではないのか？レオンハルト様。いいえ、レオンハルト。貴様がそれを言うか。逆賊の部下であった俺が、あのままゼルザガントリデに置かれると思いか？それは…しかし…カシバル、この戦いに何の疑問も持たないのか？そんなものは政治家の考えることだ。俺たち軍人が考えることではない。戦いに邪念を持ち込め、剣は鈍る。剣が鈍れば、それはすぐさま死につながる。地上に囚われた兵なぞ、戦場では何の役にも立たん。戦場において足手まといは、害悪以外の何者でもない。だからといって問答は無用。剣を抜け。ありがたいことに後方に飛ばされはしたが、貴様が抜けたことで階級は上がった。今では俺は連隊長だ。ここにいる連隊長は俺だけ。今ここの指揮を取っているのはこの俺だ。それにな、貴様は戦わねばならんのだ。これを見ろ。なんだと？どうしてこんなところに魔物が？答えを知りたいか。ならば俺を倒して自らの力で答えを手に入れてみろ。カシバル。そうだ、それでいい。金色のレオ、その剣が錆びついていないかどうか、この俺が試してやろう。この機を逃すな。畳みかけるぞ。
遅れるな。時だけ。これは一体カシバル様。賊が侵入した。ここにおられるエレイン様に多くは切り伏せられたが、わずかばかり逃がしてしまった。早く追え。しかしカシバル様は。私のことは構わな。お願いです。クリタマスをお救いください。
ください、黒の騎士は。悪魔そのもの。魔物を引き連れ、グリダマスだけではなく、このルクレリアを滅ぼそうとしております。黒の騎士と結託したメルヒオルを止められるのは、あなたしか。お願いです。わかった。あとは俺に任せてくれ。ありがとうございます。すべての兵を集めなさい。しかし、賊の捜索は。それよりも大切なことです。これより私たちはゼルザガントリデに向かいます。そこでリグルス軍と共に辺境地を解放するためゼルザガントリデの攻略戦に参加します。そんな、それでは我々が反逆者に。カシバル殿の言葉を聞いていなかったのですか。今の王は正気を失っております。メルヒオル公爵や得体の知れぬ者にグリダマスが支配されてもよいと。全責任は私が取ります。残りたいものは残っても構いません。ですがこれだけは、このミュダスの門だけは戦場にしないように。辛いでしょうがお願いいたします。季節外れの流行り病ってのは恐ろしいもんだよな。かしこまりました。ミュダスの門は現在疫病が蔓延しており、開門はなりません。エレイン様、他の方々、兵への説明が済み次第早々にお立ちいただくようお願いいたします。ありがとうございます。これで孝子の憂いはなくなったわけじゃ。ならば早々にゼルザガントリデに向かうとするかの。そうね、リグルス軍もそろそろ到着する頃でしょうし、行きましょう。